バイバイ。ということで、結構観光地だから高値吹っかけられるんでね。でひとまずすぐにはタクシーに乗らず一回様子を見たいと思います。次やろ。犬いすぎや。すごい犬の数。すごい犬の数。おびただしい。この公衆トイレ使いたい人いますでしょうか。僕は無理です。このね、ゴアはなぜ来たかったかというと、まず音楽の街として有名なんですよね。どっちかというとエレクトロ系の、昔はトランスとかね、ゴアトランスっていう有名なジャンルがありましたけど、僕はそっち系あんま通ってきてないんですけど、クラブとかダンスミュージックは大好きだし、結構そのオーガニックなジャムセッションとかも噂によるとあるみたいなので、ずっと来たかった場所なんですよね。オッケー。あちゃ、宿に着いたぜ。とりあえずここに2泊。バイクのおっちゃん大丈夫かな。